さあ、サマーソンシリーズ不安の最終戦、総決算は古田軍団対人権軍団の激突であります。6人勝ちまして、さあ、テーマ曲に乗りまして、五輪コンビにグレーとカブト、全日本政権の強力コンビが今、登場してまいりました。この夏、険悪なムードになりましたけれども、仲直し、がっちりとスクラムを組んで王道を行きます。ジャンボ鶴田、安吉明、グレート歌舞伎、さあオリンピックコンビの鶴田安、世界タッグ王者です。第9代王者としてサマーソンシリーズ2を迎えますが、ファイティー・ゴディ組の挑戦が濃厚であります。そしてジャンボ鶴田、次の目標は三冠奪取、そして名パートナー安と三冠王争い、これがジャンボ鶴田の夏の大計画です。そして蛍の里、オリュモンの町、桐生からの中継、今度はハンセンの登場。さあ軽快なメロディーに乗りまして、サンハンセンの登場であります。この先に入場した天竜源一郎との強豪馬コンビ、わずか10日間の世界タッグ王者にとどまりました。今やハンセンの今後の動向がファンの注目の的になっています。天竜とタッグを永久に組んでいくのか、それとも天竜の簡単に標準を置いているのか、注目の話題の男、サンハンセン今入場。シックスメンタッグマッチ、60分の一本勝負、解説中井浩介さんです。今後の進路はいかに、サンハンセン最後に三冠王者、安を切って取った。次なる相手は誰か、天竜グレート歌舞伎です。夏の戦い一周の成功台になります。第9代世界タッグ王者、王者安吉明、世界タッグを奪還、再び栄光のロードへ、まっしぐらジャンボ鶴田。さあ大いに盛り上がってまいりました、サマーソンシリーズ1の最終戦、桐生大会であります。さあそれにしましても、先ほどもご覧いただきましたように、この夏というのは非常にタイトルマッチが多かったシリーズですけれども、目まぐるしくタイトルが竹内さん変わりましたね。最終戦まだですね、まさにその混戦模様でしたね。そうでしたね。さあこの最後の対決、天竜軍団、3選手いろいろな表情をしています。そして鶴田軍団、まあ、注目のサマーアクションシリーズ2は世界タッグ新王者の鶴田康にどのチームが挑戦してくるのか、そして次期シリーズの、ラインナップを今夜はご紹介しながら実況でお伝えしてまいりたいと思います。さあ試合開始前の入念なボディチェックが終わって、まずは鶴田が出てくると、おそらく天竜だろう。天竜引っ込んだ、アスマラハイチャンピオンの川田がここで出てまいりました。さあまず川田の話題ですけれども、武井さん、はい、今日桐生の試合前にジャイアント馬場さんから発表がありまして、アスマラ杯の優勝選手の権利として3冠への挑戦が与えられるんですけれども、どうやら次期シリーズノンタイトルでまず天竜と、天竜の胸を借りる試合、川田の対決があるようで、その内容を見てその3冠に挑戦ということが告げられましたですね。まあこれ確かにですね、アスマラ杯の優勝という実績はあるんですけどね、はい、まずやっぱりノンタイトルというところが妥当でしょうね。勝負しません、川田俊明。さあ2番手としてサンハンセンが登場してまいりました。今や火中の人になっております、このサンハンセン。さあ世界タッグを取り戻したジャンボ鶴田との対決になりました。このサンハンセン、天竜組ですけれども、もう最高に強い、もう世界で一番強い王者チームかと思ったんですが、武井さん、強化展開に終わりましたね。これはですね、まさにこのシリーズ最大の意外なやっぱりハプニングでしたね。そうでしたね。当然長期政権は確実かと思ったんですけどね、はい、やっぱり五輪コンビもやっぱり強いものを持ってましたね。そうでしたね。あまりにもあっけない王座転落なんですが、今後のサンハンセンと天竜、この2人がもうガザンマスコミからも、それからファンからも注目されているんですけれども、おっとジャンボ鶴田から安吉明のタッチであります。
武井さんは今後、三半線から天竜のタッチ、半線、天竜の2人ですけども、今後、どう推理しますかね。当然、世界タイトルをキープしていたらですね、当然やっぱり、タッグの持続ということは考えられるんですけどもね、はい、失った時点でですね、あるいは戦いの方向にもう一度行くという可能性も十分に出てきましたね。そうですか、その話もテーマになるかと思います。オレは役の攻撃、3連発。大きな技を3つ重ねました。足を出して、しっかりとエビ固め、天竜やられています。ヤスが本当にたくましくたくましく成長したこの夏のシリーズであります。ヤスの成長も素晴らしかった。まあ、三冠へ挑戦した時にもそうですね、20分ぐらいはヤスが押しまくってましたもんね。やっぱりあの試合内容でヤスに相当自信をつけたんでしょうね、はい、そうですね。さあそしてオレアヤスからザ・グレート・カブキエのタッチであります。さあこの3人コンビ、ジャンボ鶴田、ヤスヨシアキ、グレート・カブキ、この3人が仲間荒れ寸前まで行ったことがありましたね、武井さん。このシーズンの3大会がですね、はい、序盤戦の大きなやっぱり一つの話題だったんですけどもね、そうですね、まあ、なんとか中は申請されたんですけどね、まだなんかちょっと、はい、一抹の不安は残りますね。なるほど。さあ、グレート歌舞伎界天竜であります。天竜を尊敬しているという先輩格のザ・グレート歌舞伎。しかし、勝負は勝負であります。本当に男らしい勝負を挑んでおります、このザ・グレート歌舞伎であります。まさか今夜の最終戦、仲間荒れはないと思いますが、記者団に囲まれまして3人での握手の、写真なんかも、雑誌を飾っておりましたよね、竹内さん。そうですね、とりあえずその和解はしたんですけどもね、はい、まだちょっと不安ですね。そうですね。さあ足を取っての首固め、ザ・グレート歌舞伎、天竜今足で返しました。両者スタンディングポジションを取りました。さあそして三半戦の話になりますと天竜でありますが、天竜一旦引っ込みます。今度は川田選手が登場してまいりました。この朝の杯の決勝、放送の方では、ご覧いただけなかったんですけれども、愛知県の尋常大会で行われまして、川田対高野の間で優勝戦が争われました。10分過ぎ、スタミナ切れの高野にラリアート、それからムーンソルトアタックを決めまして、川田が優勝を果たしたわけであります。やはり優勝候補の2人の、まあ、決勝戦ということになりましたけれども、高野選手が敗れましたね、竹内さん。そうですね、まあこれは一つのですね、総合力から言いましたら、まだまだ川田の方が上ですからね、まず妥当な優勝ですよ。なるほどね。そして、とうとう三冠の挑戦を掴んだ、その川田俊明、再び八つが出てまいりました。さあ、八つがリズムに乗っています。おーっと、スピンキック失敗。今度は、おーっと、今度は2度目のスピンキック。非常に、両者の間があったんですが、ジャンプがあります。ミドルキック。胸が熱くなった。赤くなった。変色してきた八つ、我慢する。足を取ったキャッチローが、ダメだ。今度は右の、ちょっとです。右のエルボーです。フロントストレックス強引に返した。ちょっと形が崩れています。その安吉明であります。さあ再び安は天竜の参加を狙っています。その前に世界タッグを奪還いたしました。さて竹内さん、五輪コンビの安と鶴田が再び出てまいりましたので、ジッキリーズの外人軍団ですけれども、はい、テリーゴディダニスタイビーチーム、これ強力ですね。これはですね、初合体なんですけどもね、どんなやっぱり連携をしていくか非常に楽しみなチームですね。ニューミラクルパワー、それからサンナマエクスプレス、ダニークロファット、ダグパーナスも来日ですね。これもアジアタック王者ですからね、はい、ということは今夜今戦っている川田でありますが、川田がこのアジアタッグに2、3発で挑戦、これはもう絶対でしょうね。これはもう避けられないところですね。そうでしょうね。さあジャンプ取ったと川田の対決になっております。その他ダイナミックデューズ、これはジョニーエース、それからジェン・ダグラスのチーム、さらにザ・セーブ・トーンズ、チェスター・ワットレイ、タイガー・コンウェイ・ジュニアの、この3つの、いや4つの強力タッグチームが参加してまいります。いや素晴らしいサマーコンシリーズ2ですね、竹内さんね。まあ、どのチームがですね、どういう形で挑戦してくるか、これがまず大きな話題ですね、はい、まずはこれあくまでも推理ですけれども、テリー・ゴディ、ダニー・スパイディが世界タッグに挑戦してくるんではないかと、もっぱらの評判ですが、竹内さん、これはですね、まず頭1つリードしていると見ていいでしょうね。そうでしょうね。さあ安吉明と川田俊明であります。今5分の経過、開脚戦中で放り投げた。おっと、うまく飛んだ。しかし距離が合わない。今度は踏みつける、ストンピング攻撃だ。安、三半線前から出てきた、強引に出てきた、掴んで投げた、場外に落とした、天竜待っている、正面に反転、反転のチョップ強烈、打った、打ち出す、安が捉えられました、リング上はジャンボするかと川田俊明であります。おーっと、安を場外を奥に連れ出した。三半線と天竜であります。リングのあとメタ打ち、安をメタ打ち、これは三半線のメタ打ちにしてますね。三半ですね、はい、反戦が安吉明をめった打ちにしています。場外リングの中は試合の権利はあったんでしょうか。ジャンボスルタと川田俊明スリーパーホールド、ジャンボスルタが飛び込んでいますが、さあ安流をめがけまして、この三半戦猛烈な勢いで飛び込んでいきました。この三半戦ですが、竹内さん、この
天竜パートナーの天竜は阪神とのコンビにやや気兼ねをしているというような発言も、まあ、聞こえてきますね。はい、まあ、そういう部分でですね、はい、やっぱりその天竜選手にとってはですね、やっぱりそのジャッジで天竜が戦いたいという部分がですね、はい、また徐々に出始めていることも事実なんでしょうね。なるほど。さあ川田から天竜へのつなぎでありました。天竜同盟第1弾のラリアット。川田時間差でいくか、時間差でいくか。さあ川田だ、うまくパートナーの川田俊明を使っております。強烈なランニングラリアートが入りました。そしてヤス天竜です。さあ2度目の簡単、挑戦はヤス、いつ何時訪れるんでありましょうか。今度こそは勝つと言っておりました。ヤス吉明、さあ足を取った合体の先頭であります。三半線を呼び込んでまいりました。彼がリング上、ヤス選手がちょっとやられています。さあ再び話題の三半線と天竜ですけれども、三半線の方は次期シリーズ、武井さん、9月2日のことになりますが、日本武道館決戦があるんですよね。はい、これに照準を合わせているかのような、これまた微妙な発言してますね。今のところ参加メンバーの予定には入ってないんですけどね、はい、どうやら強引に割り込んでくる可能性は十分に考えられますね。ああ、なるほどね。まあ、9月2日日本武道館決戦に出場の意思をアピールしているというのが現状の情報でございます。この三半線であります。どうなんですかね、本当に天竜と再び京都運びを組むのか、それとも天竜と完璧に離れて天竜の持っている三冠に、方向を変えて、気持ちを三冠一本に絞っていくのか、全くその三冠さんの今後の生きる道というものは目が離せませんね。武井さん、これまさに可能性は五分と五分ですからね。そうですね、そうですね。まあ阪神の夢というのは全米のサーキット、天竜そして阪神コンビで全米をサーキットして世界制圧するということも言っておりました。さあその三半線から川田俊明へのつなぎであります。ちょっと一人相撲が多い今夜の安吉明、スライディングキック、場外に安を落とした。さあパートナーのグレートカブキスルタ見ています。さあ思って戦をトップロープから飛び込みました。トップロープからプランチャーの攻撃であります。川田張り切っています。やはりアスナロハイで優勝したその自信でありましょうか。しかも今日はその桐生の大会の前に三のスクランの前にジャイアント馬場選手と一緒に並びました。光栄ですというようなことも言っておりました。川田まさに一人前、大きく成長する川田であります。今日はチームを作っておりますが、川田対天竜のまずノンタイトルの一番が決まった暁、どうでしょうかね。同じ天竜同盟の末世の対決になるわけですけども、そういうことですね。しかしこれはですね、川田選手にとってもちろんやりがいのある試合ですからね、もう力の限り目いっぱいいい試合を見せてほしいですね。あ、そうですね。さあこの規定の対決になるのか、次期シリーズ。あーっと、すごいキック、サンドイッチキックを見せます。天竜と川田俊明、いいコンビネーションプレー。そしてエルボーを落としました。まだ安の戦いが続いています。ちょっと安の戦った時間が長すぎますね。時間にしてそうですね、78分戦ってますね、ヤスがね。相当長くなってますからね。そろそろスタミナ切れが心配なヤス吉明であります。再び天竜の猛攻を受けます。今現在三冠の天竜、武井さん、おっと2位を突き上げた。天竜同盟3年目のこの夏のシリーズでしたけれども、三冠堂々守ってますね。しかもですね、取られはしましたけど世界タッグも取ってますからね、はい、非常に実り大きいやっぱり夏の陣でしたね。そうですね。さあ今度は天竜から川田を呼び込んで、川田がドロップキックを打ちました。いつの間にか阪神が出てきているんです。阪神の動きも素早いですよね。阪神の動きが素早いのは求めますが、ある一部の評論家に言わせますと、天竜阪神コンビ乱れが生じるのは阪神があまりにも出過ぎるというような、そういう意見もあるようですよね。それもありますね。世界タッグの時にはかなり冷静に攻め込んだ三半線という感じがしましたがね、それやっぱりノンタイトルになりますかね、やっぱりそのブレーキの壊れたダンプカーの面目を出してくるわけですよね。なるほどね。さ、先ほど次期シリーズの、4つのタグチームをご紹介いたしました。もう一人大物、武井さん、アブドラザブッチャーも来日ですね。このブッチャーもですね、同じ小人のその立川トレがいますんでね、はい、このあたりとあるいはですね、そのタッグを組んでくる可能性も十分にあります、ね。はい、神奈川エクスプレスの実力はもう評判通りでありますが、ダイナマックジューズはどうですか。これはですね、はい、どの程度できるかちょっとまだ見てみないと分かんないですね。なるほど。もう一つザ・チャイブトーンズはどうですか。これもですね、はい、もう未知の競合だけにですね、まず日本の来日第一戦を見てからの評価ということになりますね。なるほど。川田俊明は攻め込んでいます。安吉明、まあ、なんといった今言いましても実力ナンバーワンのチームはニューミラクルパワーのテリーゴディ、ダニースパイビーでしょうね。テリーゴディでしょうね。はい、走りながらラリアットを打ちました。まだ鶴田と歌舞伎は出てこられません。鶴田と歌舞伎出てこられません。安が相当ダメージを負っています。
ちょっと武井さん意外な展開になりましたね。そうですね、これほどやっぱり攻め込まれたと思わなかったですね。前半はやっぱ安井非常にやっぱいいスタートを切ったんですけどね、ちょっと苦しいですね。また対角線上やっと自分のペースを取れた。突っ込んだ。さあ2アタックを見せます。相手の脇腹を狙っている。そしてブルドッキングヘッドロックの体勢、助走をつけて大きく飛んで落とした。大きく飛んで落としました。これがブルドッキングヘッドロックです。完璧なブルドッキングヘッドロック、安野を持ち味でやりましょう。今度はスタンティング、首の後ろ、ここはもう鍛えようがありません。天竜選手は本当に攻めどころがうまいですね。ポイントポイントポイントタイムで続きますね。そして三半戦強行派コンビで安野を一気に餌食にしようという作戦。ダブルエルボーです。そしてサードロープを利用してまた6割を落としました。古田がやっと長い足を駆使して三半戦の側頭部を叩きました。さあリングの中央でありません、これはジャンボ古田軍団であります。ここからはどうにでもできるでしょう。今一斉に安がやられますと古田とザ・グレート歌舞伎が一斉に飛び込んでまいりました。それから夏のシリーズ、話題はアメリカのアメリカンバッシュですけれども、武井さん、テリーファンクとリックレアの試合があったそうですが、テリーファンク完全復活になったそうですね。そうですね、まあ、テリーは一時マネージャーに転向しててですね、ユーギアもめっちゃいいんじゃないかって話があったんですけど、そのリックレアをターゲットですね、完全にあのテリーがやっぱり蘇ってきましたね。このアメリカンバッシュ、アメリカでは非常に人気あるんですが、スティングも登場したそうですね。スティングも相当の活躍してますね。やっぱりこの2度目のナイキ、なんとか早く実現してほしいところですね。そうですね。さあ、試合の流れは非常に早くなってまいりました。歌舞伎を捉えたぞ。スピンキックだ。当たったぞ、駒田。さあ、駒田が、腕十字、よく使います。アジアタックの防衛戦の時にも使いました。さあ、駒田が素晴らしい、今日は、連携プレーを見せています。さあ、もう一回、すごいエルボー。ランニングエルボー、タックル、ラケット。すごいラリアットです。さあ天竜がここで出てまいりました。武井さん、グレート歌舞伎も五輪コンビの完全なる、なんて言うんでしょうかね、助っ人になりましたね。いい助っ人ですよね。やっぱりパワーアップした原動力のある助っ人ですね。まさに武井さんの言う通りパワーアップしますね。歌舞伎選手が入りますと、今度はジャンボするか。ジャンピングに相手は浅田の杯優勝者、天竜の簡単に挑戦権を得ました。天竜の次はジャンボ鶴田選手あたりと、さあ久しぶりの1対1の対決を望んでいるんでしょうか。さあ今度は能天不遊地、墓場送りの能天不遊地、鶴田対川田の夢は膨らむ一方ですけども、武井さん、天竜の対決が終わった後、鶴田選手もやりたいと言ってますね。それは当然でしょうね。ねえ、どんどんやっぱりその上の壁に向かっていくことですよね。そうですね。ここまで川田選手が大きく成長したのは、武井さんどうですか。その原動力として、あの世界タッグに出場を果たしたこともありました。それから世界タッグに挑戦したこともありました。こういったこの平場を乗り越えてきたからこそ、あれだけの実力、本番の決勝戦で、できたんじゃないでしょうかね。やっぱりあの最強タッグのですね、やっぱりその天竜とのタッグが一番大きなステップ台になりましたね。そうですね。川田株というのはますます上がってまいります。さあ一役に来ました五輪コンビのパートナー安吉明、ここでさっきの返礼に行きましたどうか。大きく力いっぱいに投げてました。ヘッドバット見通しのあたり、そしてブレンバスターか。ブレンバスター自分のコーナーに落としてくるところ、あくまで冷静、落としどころちゃんと位置をわきまえています。安吉明であります。安本武さん、このシリーズ三冠の第3の男になりましたね。そうですね、完全に食い込んできましたね。そして安吉明からグレートをかぶってな、左のアッパーブロー、あすごい、まさにお尻が沈んでいきます。アッパーブロー3連発、さあタックルで打っています。本来ですと、これは反射体ですけれども、一瞬の隙を突いて真っ赤のタイミングでねじ込みます。高さを抑え込み、グレートサブキがキーポールを取るかどうか。3人の呼吸がよく合っています。鶴田康、グレート歌舞伎、さあ反戦天竜、今控えに回っています。メイクスタードラップ、いずれも赤い陣内での勝負、これが6つ目タッグバッグの、まあ、最大の試合の方法であります。続いて今15分が経過、ジャンボ鶴田にタッチ、鶴田が相手を押して、すごいエルボーだ。鶴田のエルボーというのは武井さん、いや本当すごいですね。やっぱりドリーファンクジュニアですからね、まあ一回もう本当に脇腹に食い込んでいきます。すごいエルボーが当たりました。これが五輪コンビのパワーです。鶴田自信を持っています。あーラリアット、五輪ラリアットだ、力が加わります。シリーズ強化間で世界タッグのベルトを奪還した鶴田やっとやります。もう天竜が再びやってまいりました。さあ2人の対決か、鶴田天竜の対決か。天竜一旦引っ込みました。さあ川田を相手にしています。そろそろ大きな山が訪れるか。シリーズ最終戦、非常に小気味いいシリーズの展開。あーっと逆を突いた、
今のキックは上段蹴り、顎の先端に当たりました。さすがの鶴田も倒れた。さあここでハンセンが出てきた。桐生のお客さんはウエスタンラリアットを伝えているが、さあまずは川田ラリアット、そして今日を切ってまずはフライングメア、そして2位を落としてまいりました。6割を当ててまいりました。6割は打ちません。2位を今度は やはり6割です。2位、それからエルボー、2位エルボー、これの交互に打ち分け。3ハンセン、さあハンセンも考えています。さあ今後の3ハンセンですけれども、武井さん、まだ今日の試合は結論出ないと思いますが、ファンの夢としてはハンセン戦略みたいなもう少し見たいところでしょうか。まだまだ見たいですね。日本だけじゃアメリカにもすごい戦いしみたいチームがいくつも見ますからね。あ、なるほどね。さあ夢が叶うんでありましょうか。ファンハンセンの強襲はどうなんでしょうか。さあジャンボするとお二人がかりで攻めます。コートを運んでのもうタックル、汗がパーッと飛び切ります。マラスロリング上40度以上でしょう。キリオ体育館、さあ両選手ちょっと運んで足を取っている。足を着地度が着地度がエルボーエルボーです。ああ今度はファンハンセンのエルボーを呼び込んでまいりました。いい合体ですね。いい合体が見られました。京都を運んで今度は円錐切り、鶴田倒れた。円錐切りピカリと抑え込んだ。安のフォロー、安のうまいカットであります。さあ今度は最後はグレート歌舞伎に渡すのか。グレート歌舞伎対天竜、あと天竜と歌舞伎、ほとばしる情熱、すごい。天竜ちょっと左のアップアプロ、歌舞伎が打った。もう一回トップ天竜が打ちます。両者倒れない、激しい男対男の対決。さあ汗がパーッと飛び切ります。今度はボディアッパー、もともとちょっと今度はアッパーを打たれた。天竜と歌舞伎甲子合だ。天竜と歌舞伎、これほどまでに、まさに男のロマンを発揮する。男のロマンを十分に発揮したグレート歌舞伎と天竜、そして最後に河原が飛び出してまいりました。グレート歌舞伎一旦引っ込んだ。またすごいスピンキック、川田であります。明日の杯優勝選手、3回の切符を手に入れた川田。さあ、あいつはスーパーパワー、安田へのバックを取るか、おっと、パワースラム、安田、大谷の掛け声、そして三国に行きます。さあ、カットに行くのか、鶴田、歌舞伎、行きません。三国、正面から、三半戦、三国、未完成に終わりました。安吉安から、今度はジャンボ鶴田へのつなぎ、まずジャンピング2でしょ。ジャンピング2位が竹内さん、ことごとく 100% ヒットしてますね。入ってますね。よくいいタイミングで入ってますね。バックを取って、大型バックドロップ、背負ってを耐えて、しっかりと抑え込んで勝った。ブリンコンビプラス、グレートカルチーム、いかにも王道を言っております。ジャンボ鶴田、世界大会王者のジャンボ鶴田、堂々と明日の前優勝者。世界タッグを取った夜ですね、竹内さん、はい、ジャンボ鶴田選手は初めてビッグシリーズで先生の冠冠を奪い取って、俺の最大のパートナー、やっと防衛戦をやりたいというような、こういう大計画を明らかにしたんですけれどね、大胆な発言ですね、このシリーズですね、ジャンボの絶好調さが、この最終戦でもかっちりとしたいい形で出ましたね、本当ですね、まあ、そういうようなファンの夢が叶うかどうか。サマーソンシリーズ1の1の最後の大会、キリュウ戦線、アスマル杯優勝者の、川田俊明がまとにつかられまして、最後は18分40秒、最後のためでやられました。